皆さんこんにちは、写真家でギャラリーメインの運営をしています中澤と申します。どうも、美術家の山崎です。よろしくお願いします。このチャンネルでは写真や美術に関するいろいろな学びを発信していこうという動画になります。で、このチームは新しいチームを僕らは今結成してて、若い美術家の方や写真家の方などなど4人ぐらいで運営しているんですけれども、まあ、そういう話はまあおいおいしていくとして、どんどんいくつかの動画を配信していこうと思ってます。まあ、この動画は、はい、例えばこれから美術を勉強したい方、うん、まあ、美術家の方で逆に写真をざっと勉強したい方とか、うん、それこそ学生さんとか、はい、いろんな人にのためになればなと思うので、まあ、写真ジャンルじゃない、そうですね、それ以外の例えば彫刻の方でも絵画の方でも、うん、まあ、逆にこう、うん、ざっと外観するにはちょうどいいかもしれない。でもちろん今後は歴史だけじゃなくて、うん、現代の写真の話とか美術の話もどんどんしていく予定です。なので今回は中澤さんの作成した19世紀から20世紀の写真を、はい、の歴史を簡単にまとめた写真歴史絵巻、そうですね、を大変簡単にまとめているので、はい、で19世紀を今回第1回でざっとおさらいすると、うんうん、かなりその細部に緻密に踏み込んでいくというわけではなくて、うん、もう簡単にざっと振り返られるよという動画ですね、うん、そうですね、はい、画像も差し込みながらやっていこうかなと思います。なので1826年から1900年まで、はい、今日がですね、はい、はいはい、そしたらでは早速入っていきましょうか、はい、まあ写真がまず発明されたと言われているのはニセフォールニエプスのヘリオグラフィーですね。これは今でも、フランスの写真の美術館に収蔵されているはずです。ヘリオグラフィー重要なのこれですよね。太陽が描いた絵、まあ、日本語に翻訳するとする、うん、をヘリオグラフィー、フォトグラフィーではないっていう、うんうん、はい、まあ、カメラオブスキラに映った像をアスファルトを塗った白蝋板、鈴と鉛の合金に光を当てて露光に8時間もかかった。写真をよく見ると左右の影がこう昼の影と夕方の影が出ているっていう、ダブルライトみたいになってますね。ダブルライトみたいになってますね。はい、まあ、実際の写真は、で、まあ、この頃ってそのそれこそジェフリー・バッチェンっていう、はいはいはい、写真を研究している方もおっしゃってる通り、うん、ニエプス以前からもやっぱりその写真の構想とかっていうのはあったわけで、それがだんだんこう高まりながら、うん、実際に物として、うん、発明がされていくっていう、要するに準備期間があったわけで、うん、その間でもやっぱりニエプスもそうだし、うん、確かトルボットとかもそうですけど、うん、なんて名前にするか、これをだからヘリオグラフィーなのか、フォトグラフィーなのか、だからやっぱりそういうみんなよく分かってなかった、うん、自分たちでも、そうだね、この名前を何にしていいのか、うんうんうん、よく分かってなかったっていう時期で、ね、ニエプスの写真がこれです、 これですね。影がどれが影かもよくわかんないけど、わかんない。まあまあまあ、建物があって、はい、建物が、はい、らしきものがあって、はい、影がこう出てっていうことだと思うんだけど、はい、まあ、とにかく8時間なんで日中ずっと、うん、長時間録音してた写真というのが現存してる最古の写真と、はい、どんどんいきましょう。これが今のが1826年。はい、26年から27年。ちょっと文献によって違うので。はい。まあ一応、うん、まあ一応この頃と大体ざっくりっていうことになってますね。はい、で次は1839年の。に大きな出来事として、ダゲレオタイプのルイ・ジャックマン・デ・ダゲール。彼がダゲールさん。ダゲールさん。フランス人の。そうですね。このダゲレオタイプっていうのは今でも、ね、作品として制作してる作家さんもいらっしゃいますし、もう多分頑張ればできるはず、今でも。うん。流行ってます。流行ってると思う、うん、今逆に流行ってきてて、溶化銀を水銀蒸気で処理する写真技法、現在もダゲレオタイプで作品を作っている作家、近年でいうと2015年の木村平賞を獲得した新井隆さんもダゲレオタイプで作品を作っていると。でこの画像が、まあ、見たことある方も多分よく見るかもしれない。こういうなんかちょっとこう銀盤に映ってるんで、この少し鮮やかな部分があったりとか、まあ、これあとポジでもあってネガでもあるっていう、そうやね、ポジでもあり、はい、ネガでもある、だからその鑑賞者がこう顔の角度とかをちゃんと動かしてあげないと正しい像が出てこないっていう、うん、こんな感じです。でもこれ自体がプリントですもんね、もう1枚もの、そうそうそう、1枚もののだから複製ではない、すごい重要だけどここは、うん、要するに現代みたいなそういう写真の複製技術ではなくて、もうこのネガ自体がプリント、あ、ごめんなさい、ネガ自体っていうかそのネガは存在しないんですけど、そうだね、はい、これなんてまさに新井隆さんの作品だと思います。
PGI、うん、はい、これはダゲルダゲルタイプ、ダゲルタイプかなりシャープですね。でここ、これが要するに街の写真、窓から撮った街の写真で、ここに道路があって、ここに建物があると、でここにまあ歩道みたいなのがずっとあるんだけど、だいたいダゲルタイプで10分間ぐらい露光時間が、要するに10分間シャッターを開けておく、うん、ので例えばその肖像写真とかだと、そのもちろんじっとしていなきゃいけないけど、これまあ風景写真なんで別にね、風景はもう常にじっとしてるんだけど、まあ動いてるものといえば人間とかだけなんで、要するに動いて流れちゃってるから、像の中でここはもう人がいないように見える。要するに結果的にここは本当は人が通ってるんだけど消えてると、うん、だけどここに1人2人かな、まあ、うん、人が残って写っていて、これが要するにその靴磨きをしてる人と靴を磨いてもらってる人がその露光時間の間、うん、ほぼほぼじっとしてたからここにその人間だけが唯一この街の中で写ってるっていう、すごい面白い、うん、かなり見ても、うん、拡大しても分かるように相当シャープですね、うん、当然だからレンズを使ってその金属板に露光してたんで、かなりシャープに残ってる。ピンホールではないと、うん、はい、ニープスのさっきの写真はピンホールなので、うん、あ、ピンホールっていうのは何か、ピンホールカメラっていうのは、はい、そのカメラオブスキュラっていうのがまず開発されたんですけど、まあ要はカメラオブスキュラっていうのは暗い部屋っていう意味、うん、暗い部屋で壁に穴が開いてたとすると、反対側の壁に外の絵が反転して映るっていう、まあ、光の光学の原理があって、それを定着させたのがニープスなんだけど、まあ、そのピンホール、要は穴、穴のことをピンホールって呼んでて、ピンホールカメラ、まあ、調べたらすぐ分かると思うんで、ピンホールカメラ調べてください、はい、次が、次、そう、タルボット、はい、通称タルボット、ウィリアム・ヘンリー・タルボットがカロタイプというネガポジ法を発明すると。これは感光性塩化銀を上に塗ったものを露光に処理し、ネガを作成、ネガをさらに重ね合わせ感光させ、ポジ画像を得るという、まあ、要はいわゆるネガフィルムというものを最初に作った人がタルボットですね。はい、同時期にバヤール、はい、リボット・バヤールも、はいはい、写真のネガポジ法をダゲレオタイプとカロタイプの折衷のような方法で開発したという、まあ重要っすよねこれ、とっても。そうですね、だからダゲール、うん、ダゲールとタルボットよりも自分はその写真の発明が早かったなと、うん、この2人よりもっていうのを政府当局とか、あとその美術アカデミーとかに訴えるんだけど、うん、受け入れられず、うんうんうん、でその支援の資金とかもやっぱり少額に、うん、彼らよりは少額にされてしまい、何回訴えてもそれが自分が発明者だ、自分が一番最初だとバイアルは言っても受け入れてもらえないから、溺れ死んだ男、歴史に扮したセルフポートレートですよね。セルフポートレートを3枚撮るんですけど、写真ありますかね。あります。うん、だからこれがバヤール、イポリット・バヤール本人ですね。でこれが1840年、確かそうですね、1840年の写真なんで、うん、でセルフポートレートで、うん、なおかつさらに死んだふりをして演技してるっていう、うん、かなりレベルの高い写真で、しかもこの裏に文章が手書きで書いてあって、うん、それをあのだからそういうアカデミーとかに送りつけてて、はい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 、でその語りがめちゃくちゃ面白くて、もうなんか三人称視点で、なんか自分のことを俯瞰的に見て、あの私バヤールという、まあ、昔そのなんか写真を発明した人がいたと、うん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 、だけどなんか残念なことに、うん、そいつは誰にも受け入れられず、なあの孤独な死を迎えたみたいなコンセプトの写真で、それをあの当局に送りつけるっていう、はい、重要ですね、それも非常に。でそれがだから本当に1840年、本当に写真発明された初期も、うんうんうん、トルボットとかも1年後とか、うん、だけど1年後とかにこういう写真が出てきてるっていうのはすごい面白いですね、うん、確かに、うん、こっちも撮ります。そうこうしてる間に世界最古の写真集自然の鉛筆をタルボットが作成しますと、うん、もちろん複製ができるっていうことで印刷、まあ、要は本と同様に扱うことができるっていうのがされた初めての本とされています。でこれの復刻版は、赤赤社から5年ぐらい前に数年前に出てるので、はい、多分購入することもできます。撮ってたものっていうのはすごく素朴なありようを撮ってたもんですね。タルボット自然の鉛筆、これが復刻された、これ復刻されたやつです。展覧会も確かやってたはず。作品写真掲載されたものは非常に
本当に何気ない日常の風景、この頃からそういうものに目を向けていたっていう。ちょっと声が小さくなってきた。ちょっとね、首をこうしながらちょっとオペレーション考えなきゃいけない。大丈夫、大体こんなもんだと。いいマイクやから。はい、大体こんなもんだと。はい、はい、これは全然調べれば出てくるし、売ってるので、はい、興味ある人は見てみましょう。はい、次にこっちのピクトリアリズムとかに行くんだったら一回僕ここいいですか。はい、ちょっともらって、はい、なんでその、まあ要するにカロタイプよりもダゲレオタイプの方が、うん、商業的に初めて、ね、写真のプロセスとして、うん、広まったのがダゲレオタイプ、うんうん、でカロタイプはあれですよね、その許可を取ってた、うん、特許を取ったり、はい、取ったおかげで、要は写真家たちカメラマンたちが使うのにすごくお金がかかったらしくって、普及するのに時間がかかったらしい、ね、だったらダゲレオタイプだと、その銅板に銀の処理とかをした、そうそうそう、うん、はい、の方が流行したとか普及したのはこっちの方が多かった当時は。画像としても金属板に直接処理するからすごくシャープな画像が得られたらしくって、うん、でカロタイプは紙みたいなものにこう乳剤溶液を塗ってそれをこう剥がしてネガにしてたらしいので、はい、結構ちょっとそのシャープの問題とかもいろいろ安定しなかったのかもしれないし、うん、まあ、とにかく権利の問題とかそういう技術の問題、はい、そういうのでしばらくはダゲレオタイプの方が流行してた、はい、とされています。だからあとそのダゲレオタイプだと、うん、なんでその商業的に初めて確立されたプロセスなんで、うんうん、例えば家族写真だったり、うんうんうん、要するにその肖像写真ですよね、ポートレートだったりっていうのもたくさん撮られていて、うん、特に面白いのが例えばジェフリー・バチェンとかもバナキュラー写真として紹介しているものだと、うんうんうん、髪の毛を一緒に、要するにペンダントサイズのダゲレオタイプに、はい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 、この裏蓋のところに髪の毛をその人の本人のものを入れたペンダントだったりとか、うんうんうん、で要するにその身体的な植物的な何かこう髪の毛とか、うん、そういうものを写真と一緒に閉じ込める、うんうん、要するに額装したりとか、うん、ペンダントに閉じ込めたりっていうのがあるわけなんですけど、うんうん、面白いのだともうマット、いわゆる額縁のマットのところ、うん、写真を額縁の中で押さえる余白の部分、うん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 、あそこ全面がもう全部髪の毛、はい、で女の子が一人立って写ってるみたいな結構怖い、怖い、そう狂気じみたものだったり、まあ、あとはその絵の具を上に写真、うん、ダゲレオタイプ、ダゲレオタイプだったかな、うん、ダゲレオタイプじゃない、これはティンタイプか、うんうん、とか、まあ、同じような技法やね、うん、そうですね、だけどティンタイプはそのブリキ板に、うん、はいはいはい、はい、でティンタイプの上に絵画を絵の具で着色したりだとか、うん、要するに塗り絵みたいな感じですよね。あと結構そうですね、だからジェフリー・バッチェンが言ってて一番面白いのは、うん、髪の毛をもう編み込んでブレスレット状にして、でいわゆる今でいうアップルウォッチとか腕時計みたいな形にして、そこに溜め込まれた写真、写真すごい熱い。まあ、でも写真を身につけるっていうこともまあしてたってことだよね、うん、身につけるっていうかまあ常に持ってて、それを見てまあ思い出したりとか、まあそうですね、あとはだからかなりその当時それこそ1860年ぐらいから心霊写真とかもね、うん、始まっていくんだけど、うん、当時の一般大衆からしたら怖いものでもあった、写真が、写真っていうものが見たこともないし、うん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 、例えば魂を吸い取られるんじゃないかとか、うんうんうん、そういう何か邪悪なものと取り違えられることもあったので、うんうん、そういうものをどういうふうに否定するか、否定っていうの、要するに、写真っていうのは死の宣告だったと、一言で言うと、何か死にまつわるものだと、あ、だから要するに魂が抜き取られちゃった。なるほど。で実際にこれは、うん、よく言われることだけど、その、うん、やっぱり露光時間が長いから、うんうん、撮影される時に、うん、じっとしてなきゃいけない、うんうんうん、要するに一回死んだふりをしなきゃいけない、あ、自分が忘れられないように生き延びるためには一、はいはい、回死んだふりをしないと生き延びられないっていうのが、ね、やっぱこの時代の写真のすごく面白いところであって、でそれとあとは例えばその髪の毛だったりとか、うんうんうん、自分の何か重要なもの、うんうん、例えば新郎新婦結婚式の写真とかだったら、うん、花嫁さんのベールとか、うんうんうん、新郎のこの花飾りだったりとかっていうのを一緒にマットの中で絡めて、うんうん、中に写真がありますよとか、うんうん、
っていうことをしてるわけで、だからそのただ単に写真に撮られる何かその死の方へ、死の方向へと記憶の方向へと閉じ込められてしまう一方的にものではなくて、それを何か今この瞬間の身体にも情動に訴えかけてくるような直接的な触覚的なもの、例えば髪の毛だったりとかっていうのも一緒にそこに合わされていると。なるほど。で絵の具も彩色されるんだ、金タイプとかも絵の具で彩色されるんだけど、やっぱり細部が消えちゃったりとかもするんで、結構不気味な写真になるんですよね。だったらまだモノクロで、そのティンタイプのママとかの方がリアルなんですよ。だけどなんあえてそれを上からカラーにして否定していくっていうこと、だからその辺はやっぱりただ単に一方的にその過去の記憶としてあるリニアな線形の時間の中、時間軸の中で過去に登録されるだけにとどまらないような何かその、そうものをやっぱりそういうものを感じてたってことですね、はい、当時の人たちは。なるほど。それはバッチェンの表現を借りると、その死の宣告から生の皇帝って言ったりするんですけど、生への皇帝っていうのは、はい、その何か身につけることだったり着色していくことで死から逃れるというか、だから要するにまあ写真がメインの要素じゃないってことなんですよ。写真はあくまで一部、ほうペンダントの中に、うん、ある写真、うん、だけど髪の毛も入ってる、うん、で重要性で言ったらやっぱり写真が、写真のイメージだけが重要っていうことにはならないんですよ。なるほど。やっぱりその本人の髪の毛も入ってるから、例えば亡くなった人の髪の毛とかも、物質もあるわけだから、うん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 、そのマテリアルとイメージの、なるほど、その落差だったりとかっていうのが、ね、そうですね、うん、はい。まあ、ちょっと産業革命以降とか書いてある、うん、ちょっとここは気にせずに、でそうこうしてる間にも当然写真っていうのがね、どんどん広まっていくと。でヨーロッパだけじゃなくて、ちょっとこっちのアメリカの方に行くと、ダゲレオタイプとして写真がアメリカにも伝わっていくと。1841年、最初の写真スタジオがニューヨークにできるダゲーリアンパーラーも、はい、超ダゲレオタイプやるぞっていう写真スタジオですね。でダゲーリアン、ダゲーリアンダゲーリアン、ダゲレオはどう思ってたのか、ダゲーリアン、ダゲレオがどう思ってたかは分からないけど、ダゲーリアンのパーラーだと、パーラー、はい、とにかく、まあ、アメリカよりもヨーロッパの方が写真っていうのは進んでて、その頃のアメリカはやっぱり写真はまだ遅れてると言われてました。はい。で日本に伝わったのは少しその後で1862年ぐらい、62年に、はい、明治に、明治にペリーが写真を日本に持ち込みます。最初に着いた長崎で上野彦馬、その後横浜で下岡連城が日本初の写真館を開いたと言われていると。まあそうこうしてる間にじゃないけど、やっぱりヨーロッパの方がそういういろんな写真の、ね、発展があって、まあ、当然美術とかそう絵画とかの歴史も深いので、そういうものとこうもやっぱり注目してたと思うんだけれども、絵画と写真の関係みたいなのも言われ始める、うん、ピクトリアリズム、絵画のような写真という運動と言っていいのかな、まあ流れ、うんうんうん、はい、それがピクトリアリ、まあ絵画っぽいといえばっぽい、うん、はい。でそのピクトリアリズムを推し進めていた団体でリンクトリング、まあ要はもう写真団体みたいなもんですよね、うん、初めての写真団体というか、はい、リンクトリング、写真で達成できる最高の芸術形態の実現を目指す、まあ、これはもう歴史的にもね、今でもそういうことを、声が小さいですよ声が小さいですよ、我々も自信がなくなってます、我々もそういったことを目指すとはい。まあ、リンクトリングの写真家たちの中にはまあ、様々なやっぱり表現方法を撮る人たちもたくさんいて、この頃にはこれかな、うん、もうこれ自体をズームしたいんですか、画像はそのままで、そうそうそう、これは、この画像は、5枚のネガをこう切り張りして1枚の写真にしたという、はい、うん、まあ、ある意味絵画のような運動かもしれない、運動っていうかね、手法、ここに何々を書いて、ここに何々書いて、ここに何々書いてみたいな、要は別々に撮ったネガを切って一つのネガを作ってプリントするっていう。なのでよく見るとこういうエッジの部分がちょっとなんか浮いてたりとか、うんうん、真ん中の椅子とか右の人物、左の人物、手前の椅子ですかこれ、そう、あ、なんかこれゆりかごみたいなものとかも多分これは多分子供のね寝るベッドでしょうね、うん、でピントの位置とかもちょっと微妙に、ね、いろいろ、うん、ついつまがってなかったりとかするんで、ここがシャープ、はい、ここボケてるけどこっちがシャープになってるとか、うん、そういうことがあると、はい、そういう
流れもあったと、うん、そういう表現ももうこの時代には生まれてきてと。以上以上で、もうそろそろ10分もう10分超えてるっす。はい、以上が、前半第1回の前半、ね、はい、19世紀の前半、はい、ちょっと2回に分けて次2回目続きますんで、そうですね、2回目続きもいきましょう。はい、皆さん面白いと思ったら高評価、つまらなければ低評価もっと良かったらチャンネル登録よろしくはい、おいしょー、よかったらまた撮った方がいいかもしれない。